はい、どうも、こみです。さて、本日はですね、早速見ていきたいこちらですね、このスーパーユニット。特にですね、本日はスーパージャイアントにですね、フォーカス当てて動画撮っていきたいというふうに思います。ちょっとね、今後ですね、まあ、スーパーユニットのいろんな、まあ、アタックが見れるような環境になってくるかなと思うんで、まあ、しばらくはね、なるべくスーパーユニット関連の動画を出していきたいなというふうに思ってますので、ぜひですね、まだチャンネル登録されてない方ご覧いただいてましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、宣伝はそんなところで早速ね、アタックの方行きたいと思うんですが、本日ですね、この無敵艦隊さんと当たりました日本戦ですね、コムクランさん、結構ご存知の方もいるかもしれないんですけども、昔はですね、ロカランの1位とかを取ってたような、ものすごい高トロフィークランで、で、まあ今のね、この合計クラン、トロフィー数、ここですね、これも 47,584 ですごいんですけど、現在、ロカラン35位ぐらいかな、確か。というですね、めちゃくちゃ、活発なクランさんです。私もちょっとね、動画撮る、まあ、了承ももらいに、対戦後伺ったんですけども、かなりね、紳士的な感じのところもあって、皆さんワイワイと楽しんでらっしゃるクランですので、もしね、ご興味ある方は、ご参加されてみてはどうかなというふうにも思いますが、本日ご覧いただきたいのは、関西クラクラクラブ側の攻めですね。で、ジャイアントがですね、ちょっとやばいなという感じがします。このスーパージャイアントですね、これ、ジャイヒーの形ができちゃった瞬間に、もうほぼ、弁解取れない陣がないぐらいになってくるんじゃないかなっていう、まあ、気がするんですね。まあ、大雑把にプランを言うと、この辺りっていうのを、この辺ですね、ジャイアントで削っていきます。で、こっちに関しては、コウモリ割っていくんですね、こんな形で。で、まあ、全体を取っていこうという話なんですけども、結論から言うとですね、ちょっとこれパンテタさんミスっちゃってるところがあるんですね。で、今早速ですね、ジャイアントの後ろからボーラーを出して、ジャイヒープラスボーラーという形を作ってます。で、さっき私ジャイアントって言いましたけども、正確に言うとこのジャイボーラーですね、この形がやばいんですよ。で、やばい理由をちょっと後で、まあ、理屈上も説明するんですが、まずはアタック見てほしいなと思うので、行ってみましょうかね。これ、トーンをしっかり使いながら、イーグル砲と、投石機、あと防衛援軍、アーチャークイーンと、ここにある、インフェルノタワー、まあ、高火力施設を、まあ、集中的にケアする形ですね。ギガインフェルノに関しては、今こちら、9時側ですね、突撃艦プラスの、イエティにレイジをかけてこう潰していきました。イエティのですね、ミニイエティ、タウンホールのダメージが半減しちゃいましたけども、まあ、レイジをかけることでそこは、サポート、まあ、ケアすることができますね。で、コウモリ、を上から流しながら、もう下の方のね、ジャイヒー部隊には呪文も何もないので、ヒールの特殊能力使うぐらいですよね。で、コウモリとロイちゃんが分断されちゃった上に、この投石機で今、全部このエアスイーパーを狙っていたコウモリが一瞬で解けたのが分かったと思います。まあ、つまり、おそらくこの攻めは、パンテッタさんのですね、プラン通りには決していけなかったと思うんですよ。だいぶですね、ここが残っちゃってるんですね。おそらくこの辺まで全部、ロイヤルチャンピオンプラスコウモリで削っていくために、フリーズも駆使しながら、やっていくはずだったんですよね。なんですけども、まあ、最終的にはこれですよね。中央に入ったジャイアントにジャイヒーの形でヒーラーがつき、こいつらがターゲットをきっちり集めている後ろからアーチャークイーンが射抜くと。さらに壁に関しては、スーパージャイアントの、ウォールバスター、ウォールブレイカーかな、すみません、名前忘れちゃった。壁に対してダメージが4倍ぐらい入るっていうね、特殊能力がありますので、こいつのおかげでバコバコ開いていくんですね。で、このバコバコ開いてた壁の中に、どんどんアーチャークイーンがこう、進みを入れていって、あれよあれよという間に、投石機とアーチャーとが残ってないと、もうこんな状態になっちゃうわけですね。まあ、ちょっとこれはすごい、簡単に、こうなんていうんでしょうかね、やるコツを話すと、序盤の針が結構重要なんですね、多分このアタックをするのには。少しだけその序盤のところもう一回、注意深く見てほしいと思います。ちなみに今日合計で3本、動画見てほしいと思いますので、今回のこの2本目は、この1本目と同じね、リプレイなんで、まあ、1本としてカウントしてください。ただ、このクエイクの呪文はこの壁へのダメージですね。ここにダメージを入れることによって、ジャイアントがより殴り開けやすくなると。いうところですね。当然ジャイアントって、防衛施設をターゲットするので、この状態でいけば必ずこの壁を殴ることが分かりますね。アチャ島と大砲とこの、ウィズ島、こいつらを、ターゲットして前に進んでいきます。でジャイヒーの形でしっかりと、ジャイアントのケアができたところで後ろからボーラー、ババキン、さらにはクイーンを出していてグランドウォーデンもつけていきますね。でここで一瞬が足止めされたように見えるんですが、レイジがかかっているスーパージャイアントはもう壁を簡単にこじ開けるので、
まあ、そのままゴン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 と奥へ進んでいくわけですね。で、ポイントはですね、こいつら壁の中に入れることが多分ポイントかなと思います。壁の中心部にこう向かわせていくような序盤のカット、今回のパンセタさんのアタックで言えば、まあ、コウモリパートはもう飛ばしちゃいますけども、ここですよね。ここをしっかりこうカットしていくことをしていって、スーパージャイアント部隊っていうのを壁の中にこう入れていくことによって、ジャイアントが、束になって進んでいくっていうメリットがありますね。一個一個の区画、要はここの区画が終わったら次はこっちに行って、それが終わったらこっちっていう風に、壁の区画ごとにこうジャイアントが進んでいく。そうなることによってジャイアントが密集するので、よりヒーラーの回復が多数のジャイアントにまとめてかかるようになって、まあ、これだけの生存率を叩き出すということなんですね。まだ全然生きてますよね、スーパージャイアント。ヒーラー4体なんですけどね、レイジがかかったヒーラーの回復量でいけば、非常に火力が集中しているゾーンでもスーパージャイアント体力がとにかく高いので全然生き残っちゃうと、まあ、いうことですね。まあちょっとね、これは自分の村には正直やってほしくないアタックですね。ここまでこのプランが崩れてももうゴリ押しで押し切れちゃうっていう、まあ、いろんな多分 YouTuber の方が同じこと言ってるんじゃないかなとは思うんですけど、それにしてもこのアタックが成り立っちゃうっていうのは個人的にはちょっとどうなのかなという気はしますね。はい、まあプラン対戦リーグとかは本当一発勝負の世界になってくるので、よりそこでその初見で全開取っていくっていう難しい環境を、ガチ、本当にガチガチのガチ勢じゃないね、プレイヤーたちでもやっていけるような環境を作ろうと思うと、こういう、まあ、ある種その性能が壊れているように見えるユニットっていうのは非常に使いやすくていいと思うんですけども、ちょっとわかんないですけど、本当にその世界のトップレベルとかの選手が集まるような大会になってくると、どういう風にこれ対策するのかちょっと興味があるというかですね、気になるところですね。あ、ドクター J さんありがとうございますユニットもらいました。はい、でスーパージャイアントの能力ちょっとここでもう一回見ていきたいと思います。ですね、キットポイントが4200あって本気力が130あるわけですね。でコストが収容スペースが、10なので、これ分かりやすく言うと、これ1コストあたりの攻撃力っていうのは、ちょっと見にくいかな、1コストあたりの攻撃力、これ10分の1すればいいですよね。これ体力か、 HP420 で、こっちの、毎秒ダメージに関しては、まあ、13あるっていうことですね。これがコスト1コストあたりの、まあスーパージャイアントの値、まあ、これ見てですね、高いか低いかちょっと分かりにくいと思うんで、比較対象としてですね、イエティをちょっと見てみたいと思います。まあ、よくそのボーラーとイエティのセットって使われるじゃないですか。なんで見てみたいと思うんですけども、これですよね。まず、イエティの、コストって18なので、さっきのスーパージャイアントよりも全然高いんですよね。当然ミニエティが出てくるっていうことを考えると、そのミニエティたちの攻撃力とかも加算しなきゃいけないんですけど、まあ、一旦本体だけで見ていきますね。見ていくとこういう体力、コストになってるんで、だいたいポイントっていうのは、まあ、250ぐらいなのかな、1コストあたりですねってことになります。でさらに毎秒のこのダメージに関しても、まあ、20ぐらい、削減されちゃうので、まあ、大体10、そうですね、ちょっと微妙、14とかそれぐらいか、だからスーパーチャートとあんま変わんないぐらいになるんじゃないかなと思うんですよね。で、HP に関してはスーパージャイアントの方が圧倒的に高いじゃないですか。そうするとどういうことが起こるかっていうと、そのスーパージャイアントがものすごいダメージを受けても、イエティじゃ耐えきれないところが耐えきれちゃうんですね。さらにイエティ対策として、シングルインフェルノが結構最近増えてきていて、まあ対地のシングルってめちゃくちゃ、まあ、効果的だとイエティには言われてるんですけども、それはコスト18あるイエティだからこそ言えるんであって、コスト10で済んじゃうスーパージャイアントがあんだけ束になっていたら、ちまちまシングルインフェルノで倒してるうちに、ボーラーだったり、まあ、スーパージャイアント本体に殴り倒されちゃうわけですよ、シングルインフェルノが。っていうことになっちゃうの で、 ですね、シングルインフェルノでもこれ止められないと。でマルチインフェルノになってきたらなおさら、マルチのその何て言うんですか、秒間ダメージぐらいじゃほぼほぼスーパージャイアントにダメージが入らないような、もうあまりにも秒間ダメージが少なすぎて入らないレベルになってきちゃうんで、そうすると一体何でこいつを対策するんだって。バネトラップだってそうですよね。今、マックスで18じゃないですか。
これ18ですね、飛ばすのって。だから、2体はスーパージャイアント飛ばせないんですよ。1体しか飛ばせない。なので、そういう意味だとイエティを使うよりも、まあ、ユニットが分散するっていう点からいくと、スーパージャイアントの方が圧倒的に、盾役プラス壁開け攻撃というものすごいその、アドバンテージ。イエティのもう上位互換になりかねないような、もう話になるわけですね。後ろからボーラー入れれば壁の向こう側ってボーラーが壊してくれるじゃないですか。なんで、まあ、壁の向こう側を壊すミニイエティの仕事っていうのは、まあ、代わりにボーラーがしてくれて、そのミニイエティだったらイエティたちを大量のスーパージャイアント、イエティよりも数の多いスーパージャイアントたちが守ってくれると、こういう、まあ、仕組みが成り立っちゃうわけですね。恐ろしいなと思います。もう一個見てもらえたのがジャイアンさんのアタックですね。でこれ見た後にですね、ちょっと、逆にスーパージャイアントが失敗するパターンってどんなのっていうのをちょっと一個見てもらいたいと思います。それを見て、本日終わりにしたいと思うんで、あともう2本お付き合いください。今回のジャイアンさんのアタックっていうのも、クイヒーからのスーパージャイアントボーラーっていう形で、まあ、1本目のパンセタさんと同じような編成になってます。なので、基本的にやることは同じなんですね。スーパージャイアントも前に、出して盾役にしたまま、そこにまあヒーラーをこう合わせてあげて、まあ、ジャイヒーの形を作る。そして、後ろからボーラーで刺していくと、まあ、いう形ですね。今回スーパージャイアントとボーラーは、ここですね。ボーラーたちっていうのは、この面から出していって、この微妙なこのラインにこう入れてくるんですね。まあ、そうすることによってこの両脇をスーパージャイアントを縦にしながら、ボーラーたちが削るとまあいう格好が出来上がるわけですね。しっかりレージをかけてアージャークイーンを保護。ボーラーたちは今こうダメージ受けないんで、先にボーラー出してこのストレージにダメージを入れてから後ろに、スーパージャイアントを出して追い越させるという形ですね。でそのままこの区画にジャンプを打って一気にスーパージャイアントボーラーたちを流し込んでいくと。多少ボーラーが逸れてアーチャークイーンも逸れちゃっているんですけども、まあ、ヒーラーが逸れずについていってね、なんとかなってますね。で中央部のアーチャークイーンとかイーグル砲はきっちりフリーズで止めていきながら、まあ、こんな格好ですね。ジャイヒープラスボーヒーの形を作っていく。で、まあ、アーチャークイーンが一生懸命このジャイアントを殴ってるんですけど、ジャイアントの体力が4200もあったらアーチャークイーンでもそう簡単にはやれないんですよね。後ろから来たらロイヤルチャンピオンが一瞬で刺して終わりと。さらに壁でもスーパージャイアント止まることがないので、ゴンゴン壁を殴り開けて次から次へとボーラーをそこに流し込んでいくわけですね。いや、これ。ちょっとね、私の村にはやってほしくないですね。できれば、ちょっとこれは使わないで詰めてほしいなという感じがします。まあ、自分の村も一応ですね、JWCO とかで、対策はして作ってるつもりなんですけど、これが成立しちゃうとなると、だって今回もそうですよね、これかなりご利押しですよね。結局この辺りって、最後残ったユニットの惰性でこう崩していくような格好になってるんですよね。裏から別に何か、ホグライダーとかロイちゃんを刺すわけでもなく、この歩いてきたこのボーラーたちとかアーチャークイーンとか、まあ、スーパージャイアント残ったユニットたちがもうヒーラーもいないんですけど、このままゴリゴリ押し切っちゃうっていう、まあ、形が成立するっていうね、止めようがないんじゃないかなって気がします。本当にやばいですよねこれ。まあ、こんな形で全部取っていっちゃうわけですね。まさかと思うけど、この、マルチインフェルノもこれスーパージャイアントが1対1で殴り倒したなんてことないですよね。さすがにそれがあったらちょっといくらなんでもなっていう気がするんですけど、これでも殴り倒しちゃいそうですね。なんか壁を開けたスーパージャイアントが1体でここに来てこのマルチインフェルノ殴り倒しちゃうんだ。いやー、これはやばいんじゃないかなって気がしますけどね。壁の中に入った瞬間もうジエンドっていう感じですね。いや、どうやって守りましょうねこれ。はい。で最後ですね、このパンセタさんが今回ちょっと失敗してしまったアタック、これもね、ご覧いただきたいと思います。なんで失敗したかっていうと、ものすごいシンプルですね。まあ、なんで守るときにこういうなんていうんですか、パターンを作るっていうのは、まあ、意図的に作るのはちょっと難しい気はするんですけどね。ジャイヒーをするときにも必ずサイドカットが必要だってことは、わかる話だと思います。要するに、ジャイアントたちが、なんていうんですか、バラバラ散ってしまったり、壁の中に入んないといけないんで、こういう外にあるアチャトとかね、こういうのはしっかり序盤にカットしておく必要があるんですけども、今回ジャイアントたちがヒーラーを追い越すような形で出ていったにもかかわらず、このヒーラーがですね、永遠とアーシャークイーンを回復し続けちゃったんですね。なんでかっていうと、ジャイアント部隊にダメージが入んないと、それ回復対象としてヒーラー見なさないので、ダメージが入っている中で一番 HP の高い、まあ、コストが高いユニット群かを狙っていく。
ということで、体力が減ってるアーチャークイーンを狙いすぎちゃったんですね。で、そうしてるうちにスーパージャイアントが完全にこの順次側に散ってしまって、で、そこでですね、回復を受けられなかったスーパージャイアントがやられていって、まあ、こんな形でここですね、今スーパージャイアントがちょっとだけ残ってますけども、まあ、こんな格好だ、体力を削られてしまって、ヒーラーが最後までこうスカフに落っこってしまうということですね。なんで、まあ、このジャイヒの形を作らせないような形、守り方ができれば、まあまあ、それはその通りかという話ですよ。守れると思うんですけど、まあ、どうなんだろう。だから、そのグランドウォーデンのオデヒーとかをやった場合っていうのは、なおさら、なんていうんですか、ヒーラーのスイッチがまあしやすい環境を作れるので、ジャイヒーをやりそびれちゃうリスクってそんな高くないとは思うんですよね。って考えていくと、やっぱりどうやって止めたらいいのか分かんないですね。もう結構そのジャイアントがまあ当然気まぐれで壁を殴り上げていくところはあるんで、ある種の運ゲー要素を発生すると思うんですけど、それにかけるしかないのかっていうようなね、もうジャイヒーが出来上がった瞬間にもうそれにかけるしかないのかみたいな感じになっちゃうのはちょっと、ちょっと守る側からすると苦しいなと思います。まあ攻め手側からするとね、どんどんこれ使っていくことによって、あのジャイアントの動かし方も分かってくるでしょうし、まあ、前回から取れて非常に気持ちいいと思いますのでね、あのスーパージャイアントプラスボーラーにはジャイヒープラスボーラーですね。スーパージャイヒープラスボーラー。この組み合わせっていうのはぜひですね、あの覚えておいて使ってみてもらえたら、まあ、現環境においては対策がまだそんなされてないと思うので、バシバシと前回取っていけんじゃないかなと思います。今回のリーグなんかではね、非常に活躍すると思いますので、皆さんね、ぜひ、試してみてもらえたら嬉しいかなというふうに思います。というところでですね、まあ、今後も、スーパーユニット関連の動画どんどん上げてきますので、よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録、今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日このあたりで失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。